ったのだ。暗いところでガムテープを思いっきり剥がすと光るぞ。何のお知らせだよ。というように声が少しばかり変わりました。これは合成エンジンを変更したためで、今後はこれでやっていきたいと思います。よろしくなのだ。え、落ちなし。何を期待してんだよ。前回までのあらすじ。温泉旅行と称していつも通り鉱山跡地を散策するキリタンも一行、当時実際に運行されてた鉱山トロッコ列車に乗ったり山登りをしたり、いろいろ楽しんだようでした。そして今回はまだ巡っていない鉱山設備跡を探索していきます。続きをどうぞ。おはようございます。早速朝食の時間のようなので向かいます。朝から豪華なのだ。朝食を食べ一風呂浴びたら次の移行に向かいましょう。また昨日みたいな山登りをするのだ。いい加減にしてほしいのだ。昨日ほど大変な山登りにはならないので安心していいですよ。ちゃんと舗装されてますし。本当だろうな。今は完全に真冬ではあるんですが、珍しく暖かいですね。散歩するにはいい天気だな。英国兵士の墓地だって、なんで日本の、それもこんなところに。ちょっと行ってみますか。隣にあるこれはおそらく鉱山から出る荒廃水を処理する設備。施設名称を表すものがないので断言はできないですが、おそらく諸山中和処理場。なんか石碑が見えてきたのだ。どうやらこれ太平洋戦争時捕虜となったイギリス軍兵士をこの紀州鉱山で働かせ、その際に死亡してしまった兵士たちを弔うための墓のようです。以前入った地下壕や足尾銅山などもそうなんですが、当時は捕虜などをこういった場所に送り込み労働力としていた歴史があります。教科書などには載らないけど揺るぎない史実なのだ。そういえば近くに閉鎖された道路があるのだ。Google マップで見るとこの先には足尾銅山にもあったような堆積場が存在するみたいです。おそらく板屋堆積場と呼ばれるもの。この辺りは紀州鉱山の持ち主である石原産業の施設が多数ありました。この機械みたいなの何なんだろうな。多分荒廃水の導水管ですね。さっきあった浄水場までつながってるようです。機械音してたし今も稼働しているのだ。閉山してから随分と経つけど浄水処理は未だ続いてるんだね。これに関しては雨が降り坑内で水が湧き続ける限り永久に続きます。日本の山には多くの金属資源がまだ採掘されずに存在するみたいですが、こういった莫大なコストがかかるので開発はされないでしょうね。ここを右に行くと線香場です。左に足湯があるんだって。マジかんって思って行ってみましたが、閉鎖されてますね。コロナの影響でしょうか。すぐ後ろ側にトロッコが展示されているのだ。昨日乗ったやつみたいなのがそのまま展示されてますね。ここは紀和鉱山資料館の敷地で、外には鉱山で使われていたトロッコやバッテリーロコ、さらには採掘で使われていた機械などが展示されてました。多分線路自体は当時のものなんでしょうね。これ何の機械なのだ。線香機という削岩機の一種らしいですよ。資料館は朝早すぎて閉館中なので線香場の方に行ってみますか。もう見えてますね。温泉スタンド。ガソリンスタンドの温泉版でしょうかね。この道を少し進むとこちら紀州鉱山の線香場に到着しました。とても大きいですね。ここの線香場は単体としては日本トップクラスに線香処理を行うことができたようで、当時は24時間体制で稼働しており、夜中も明るかったことから不夜城と呼ばれていたようです。大変なことなのだ。でも今はそんなことを微塵も感じさせない雰囲気を醸し出しているのだ。車高の先にトンネルが見えますね。
あれを越えた山の頂上にはシックナーなどの設備が存在しています。そしてそのお隣に鎮座しているこちらの坑口、1号水道の板谷川坑口となります。この先に昨日行った小口谷駅、現在の清流荘駅があります。真っ暗なのだ、先が見えない。ここ歩いて行ければかなり近道なんですけどね。荷物をホテルに預けてるので、帰りにまたホテルに戻る必要があります。これが温泉スタンドみたいなのだ。思ったよりちっちゃい。100円入れるとこのホースから温泉が出てくるのかな。っていうか何用なんだろうか。やっぱりお風呂に自家投入なんですかね。運んでいる間に冷めそうなのだ。じゃあ次なる場所へと向かいますか。次どこ行くのだ。今までは小口谷、湯の口と北側の地区を巡ってきました。そうしたら次なるターゲットは南側に存在する伊香郡です。待て待て待て、それ山の反対側だし片道5キロ以上あるぞ。ずんだもんの好きなお散歩の時間ですよ。結局これだよ、舗装道路とはいえ厳しい山登りなのだ。ここからは先行場がいい感じに見えますね。マチュピチュっぽいですよね、これ。そうだね、プロテインだね。熊野古道だって、これがあの世界遺産の？これは熊野古道の伊勢路の本宮道と呼ばれるルートらしいです。全てが世界遺産に指定されているわけではないそうですが。かなりきつそうな登山道なのだ。標高上がってくにつれて気温も下がってきて雪も多くなってきました。ここから今歩いてる道が熊野古道と重複するみたいなのだ。熊野大社まで 24km、 昔の人はこれを歩いてたんですよね。軽く修行ですね。金鉱の跡だって。見たい見たいって思いましたけど、見るのはかなり至難の業ですね。ここは紀州鉱山の長谷地区、川の向こうは総房地区にあたる場所なので、いろいろ遺構が残されてます。これはタヌキ堀の跡ですね。ここも金が取れたのかな。それとも銅。かなり奥まで続いてそうだな。これ進んでいけばもしかしたら現代の坑道とか、あの大水道に出るかもですね。川の色、明らかにおかしいのだ。これ金属含んだ泥が混じったって感じの色ですね。上に坑口があって、そこから流れているのかな。ちょっとだけ登ってみたんですが、先が結構あり時間かかりそうなんで断念。これは再装案件ですかね。いやいいよ。さて、長谷地区の水道の坑口付近に到着。なもん、どこにもねえのだ。厳密に言うと、この道路の分岐をちょっと下ったところに、まるで高速道路のアンダーパスがあるかのように存在します。この坑口の造形は上に道路を通すときに作成されたものでしょうが、わざわざこんな立派に作ったのはなぜなんでしょうかね。もしかしたら坑道を利用したトンネルでも作る計画でもあるのでしょうか。向こう側に続く橋があるのだ。当時はちゃんとトロッコが渡れるような橋がかかってたんでしょうね。向こう側は総房地区、向こうにも坑口や立て坑、先行場などもあるようです。ちなみにこちらの長谷地区には鉱山職員の住宅などがありました。奥まで続いてるのだな。塞がれてるけど。これが6号水道の坑口、中を覗き込むと8号水道の分岐が見えます。向こう側の湯の口や小口谷までは距離にして 3km ほど。この先には多数の坑道と分岐しており、直接採掘場所までアクセスすることができたようです。ここ通れたら帰りが相当ショートカットできるのだ。しかし結構水が溜まってる。まあ途中で崩落とかもあるかもですね。しかし 3km ならあそこの坑道よりは短いか。へっ。総房地区行きたいんですが、向こうに渡る術がないですし、時間もないので次の場所、乗船地区に行きましょう。ここはまたいつか。早免許取れ。この道路に残る2本の線の間隔、
これレールの跡ですね。撤去せずにアスファルト引いたのか、長谷地区から常泉地区に続く路線だったのかな。そして脇の参道へ。すごい、舗装道路だけでいいよ、マジで。この開けた場所、堆積場感ありますね。この先に常泉地区があるはずです。逆熊野古道って感じがするのだ。なんか建物があるのだ。事務所的なものなんでしょうかね。完全に廃墟。あ、水道なのだ。この辺まで来るとレールが残ってますね。この水道の先に目的地があるはずです。そんなに長さはないけど圧巻なのだ。この色、それなりに金属を含んでそうな岩盤。水道を抜けた先は自然に返りつつある軌道跡が。基礎的なものが残ってるのだ。ここにも建物があったんだね。この辺りから常泉地区なんですかね。いろいろ遺構群が出ています。ヘルメット、当時使ってたものかな。そしてお決まりの酒瓶もウイスキーですって。この辺りからだいぶ険しくなってきます。レールが分岐してる。なんか橋見たくなってるけど、これ渡るのはきつそう。ここでサスケをして怪我をするわけにはいかないので、降りれそうな地点を見つけて向こう側へ行きます。行きました。対岸はかなり開けていて歩きやすいです。これも建物の基礎なのだ。当時はいろいろあったんだろうな。その先を進んでいくとありました。これが11号水道高口。先は6号水道を経て湯の口地区へと続いてます。まあ完全に閉塞してますが。そのすぐ横にも高口が存在するのだ。水没してますが、割とすぐ先で閉塞。11号水道に内部でつながってるんでしょうね。この辺りは採掘用の坑道の高口も多数あるようです。上流側にもなんかありげな感じはしますが、特に何も発見できませんでした。少し戻ったところにも高口があるのだ。ほんとだ、排水用の管が伸びてます。この先に立て坑があるんでしょうね。見えませんが、この先に大規模な坑内設備や迷宮が広がっていると思うと、とてもワクワクします。ワクワクするのは貴様だけなのだ。また高口なのだ。位置的にさっきの赤い扉の高口につながってるよう、この真正面に常泉立て坑があるはずです。っていうか、あの奥に見えてるのが立て坑プラットかな。なんていうか、この形状の坑口は今までにはない形状なのだ。近くには誰向けの案内なのかわからないですが、なんかの案内が文字がん。どうもこの岩に江戸時代後期にあった大飢饉を嘆く書き込みがあるようですが、わかんないな。いや、よく見ると文字っぽいものはあるのだ。すげーのだ。これは当時の人の生きた証が明確に残ってるのだ。さて、そろそろタイムリミットなので清流荘に戻ります。こっから3時間山道コースかよ。地獄なのだ。その後バスと電車を駆使して名古屋まで戻りました。というわけで今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。